皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回もウィニングレブンアプリ2020-2021どっち言ったらいいのか分かりませんがやっていきたいと思います。はい、お知らせようやく来ましたね。大規模じゃないね、大規模メンテナンスとプレイオープン期間のお知らせということで、2020へのアップデートのため長時間のサービス停止を伴う大規模メンテナンスを実施しますということで、来ました。毎作こうありますよね。大規模メンテナンス期間が12日って言ったら、12日は再来週の月曜日ですかね、そちらから15日の木曜日の、15時までという感じで、延長する場合もありますみたいなの書かれてますが、基本的にはこの期間という感じですね。メンテナンスの目的とか書かれてますが、いいでしょう。メンテナンスの影響、サービスを停止しますとか書かれております。サービス開始予定が10月15日の15時からという感じですね。大規模メンテナンス終了後からサービス開始までの下記の日時はプレオープン期間とさせていただきます。なので、15日の15時から22時の15時まで、こちらはプレオープン期間という風になるようです。はい、プレオープン期間には、次の機能がご利用いただけませんと。ライブアップデートによる選手の追加、選手の調子の反映ですね、こちらはありませんと。あとスペシャルエージェント注目選手も含む、こちらもありませんし、あとボックスドローもありませんよというふうに書かれています。これらの機能は22日の15時予定の本オープン以降にご利用いただける予定です。はい、その他、注意事項だったりとか、15分前には試合をしないでくださいみたいなこと書かれております。はい、ぜひね、サイトの方もねあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、続いてウィニングレブン2021で新搭載のアイコニック一覧改めて紹介していきます。こんな感じになりますね。はい、プレミアリーグはね、ほとんどビッグシックスと言われるクラブから来るようなんですけど、まずはアーセナル、ジューベルト、シューバー、キャンベル、この辺は結構ノーマルでも強いんでね、かなり期待できるんじゃないですかね。アーセナルなんか強そうですね。それからチェルシーのランパード、チェフ、この辺は2020でも一応登場する一応用意はあったと思うんですけど、結局いろいろあって登場せずと。でリバプールのオーベン、ジェラード、シャビアロンソも一応データありましたが、なんやかんやあって登場せずと。そしてトーレスですね、こちらは今のところ出ているのがアトレチコのバージョンだと思うんですけど、リバプールということで、はい、リバプールの方が後なので、上限はちょっと絞られるかもしれませんけど、能力はどうなるんでしょうね。その辺も楽しみです。マンチェスターシティからはパリーとゴールキーパーのギブンですね、こちらは初のアイコニック化です。それからトッテナムはファンデルファールトとロビーキーンということで、こちらも初登場。ガスコインはどうなるんですかね。はい、ガスコインのデータちょっと調べるの忘れたんですけど、見つかったという方はコメントください。それからマンチェスターユナイテッドはパクチソンとギグス、スコールズ、ギグスとスコールズは2回目ですかね。そしてレアルということで、グティとカシージャスはレアルとして2回目の登場、そしてベッカムは今ユナイテッドで出ているんですが、さらにレアルでも出るということで、年齢的には少しね高くなると思うんですけど、ボックス2ボックス時代のベッカムになるのかな。はい、能力とかも楽しみですね。それからバルセロナでいうとロナウジーニョ、こちらは一応データがありましたが、再度データが入ったということで登場する可能性があります。あとデコは2回目の登場です。ローマパートナーシップクラブということで、バティストゥータ、トッティ、カフーということで、こちらもそれぞれ2回目です。中田秀俊はいませんでしたね。最後バイエルンのマテウス、初のアイコニック化ということで、マテウスもノーマルで結構強いので、かなり楽しみな選手になっております。はい、ということで、最後 PS4 だけの話なんですけど、マスターリーグとか、あとはビカムアレジェンドもなんか不具合があったと思うんですが、そちら末期の改善されまして、そちらのお詫びとして10月8日のメンテ、次回のメンテの時に、マイクラブモードでレジェンド選手を獲得できるスカウトが、配られるということになっています。マイクラブをプレイしたことのないお客様におかれましては、10月8日のメンテ開始までにマイクラブモードのチュートリアル完了していただければこれもらえるので、まだやってない方いるかもしれませんので、一応ね今のところやってないという方はチュートリアル完了してください。はい、こちらが受け取り箱に入るようですということなので、しっかりここはちょっとね、どういう選手が出てくるのか、またスカウトの紹介などをやっていこうと思います。はい、ということで、今回はいろいろな情報をね、まとめていったんですけど、いかがだったでしょうか。ようやくアプリのね情報も来たということで、もうあと2週間もないぐらいですか、2週間切ったということで、いやーついにねアプリの方にも来ますし、FP もね、続々登場すると思うので、いや楽しみですね。
はい、それからまあ2021でのアイコニックも結構楽しみですね。他にもどういう選手が出てくるのか楽しみですし、まあほとんどがね過去に登場した選手の別タイプとか、あとはレジェンドからアイコニック初登場とか、そういう選手が多かったんですけど、まあ新アイコニックとかもね気になるところですね。はい、ということでこちらのチャンネルではこのように最新情報を紹介やっています。チャンネル登録まだの方はぜひよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。